レガシーリーグの 5-0 あんまり更新されてないんだよ。フィッシュがちゃんとリストを貼ってくれてないんだ。新カードを使ってそうな5-0リストが。ビユニアとか見た方がいい。はい、こんばんは。ゴールドフィッシュがマジ全然ちゃんと更新。デルバーやね。新カード入った UR デルバーを回していきます。回していくんですが、ちょっと9時ぐらいまでは新環境のデッキをちょっといろいろ眺めようかなと思う。あ、そうそう、アグジ働くとルーティングするやつ。モダンのリストとかもね、結構 5-0 結構使われ、簡単、お手軽、お手軽ウィンセット。それとモダンはこういうこともできる。となんかジェイス入ってるデッキがどっかど何かフォーマットで絶対あるんだけど、で見えねえんで。ただ誰も 5-0 してないのか。はい、こんばんは。わかんない、モダンはどうだろう。レガシーは 5-0 1人してんな。モダンだとやっぱ超大崎の方が強いのかな。あのこっちの方が打点出る可能性もあるから意外にいい、あっちがいいという感じはなさそうな感じするけど、ジェイス・ティボルトセットね、結構やばそう。あらゆるデッキに突っ込める可能性がちょっと出てきて。お、結構やばそう。モダン・パイオニア。さすがに、ブレストナイト帳簿先よりでかくなることは少なそうな。バルキー・ティボルトコントロール。またティボルトで。遊んでしまっていいのか。確かにね。レガシー、あー、レガシーのね、グリコンとかでも。5-0してた。はい、こんばんは。どうよ。あ、そう、サンダージャンクション、今日からサンダージャンクションが使える日。こういうグリコも5-0してた。ジェイスでもプラス1でて、バルキー押し込んでティボルトでフラッてやってペッてって勝つみたいな。まあいいね。ただ、別にこれってプラス1何入れてもまあ強いんだよね。ストリックス入れてもいいし、ナセット入れてもいい。マナ加速みたいな使い方でできたら。トラコマとかもいいね。なんかやっぱ3マナアクションを、とりあえず押し込んでおいて、0マナでプレイするみたいな。なかなか。ってことは、ジェイス・サトルみたいな組み合わせもいいような気もする。
するね。いいデッキ多いな。いや、そう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 。フレンズウォーカーでできる、ワイヤル説が、出るね。あとは全然かな。結構強く見えてきちゃったんだよな。あったね。ブレイン、ポンダー、不毛の大地とかしてれば、結局4ターン目なんてすぐだから。エイス、ティボルト、アザシタ。防御もそれなりに強いからね。呪文唱えるたびにコピーされる。稲妻、リンク3回コピーして終わり。6点。6点。でもこのジェイスってあれなんだ、プラス1とマイナス6が結構噛み合ってた。プラスしながら、最後マイナス6で、計画してる呪文を全部コピーして勝つみたいなこともできる。よくやっぱ見えてきた。はい、こんばんは。そうだね。とりあえず、まあ、そのためにポンって置いて、で、まあ、あと除去しながら、カード引きながら、敵を探しててもいい。出てたん絶対プラスできて、相手のね、まあ、多く、ちょっと多くに除去られやすさはある、とはいえ、とはいえ、とはいえ。あとはなんかパンチの効いたリグ50あればいいんだろう。モダンプレリム、あ、モダンプレーで多分これ入ってる。で、来ました。モダンプレリミナリー半一。まあ4枚入った。身代わり豪勢4枚入った神話。チスウリアの鱗入ってる。いる。でも確かにこれも強そうだね。これ綺麗に神話。でも2ターン目に弾を置いて、2ターン目に各神話カードを使ってゴリゴリ動いて展開して勝ちちゃ勝ちか。いいね。いいね。いいプレミアリーはそんな新しいカードを今使われてなくて、サンストーム運命だよ。サンダージャンクションめちゃくちゃ楽しいよ。可能性しかない。
ダージャンクションはもう間違いなく最高のフォーマットでしょ。最高のエキスパンションだよ。欲しいカードもまあそんなにしてないんだな。ああ、パイオニアリーグエース入ったコントロールとかね、買ってれば。おお、エースティボコン、なるほど。やっぱカード使われてるんだな。あー、ジェイスからバルキーやっぱ出していいな。デルバーのサイドとか面白そうだよね。メインデルバーじゃなくてサイド後、デルバー不毛、デルバー不毛、デルバー不毛。うん、ジェイスバルキーはっどっから出てきた。あー、こんなもんかな。じゃあやっていきましょうかね。レガシーリーグとかまだ全然、なんかゴールドフィッシュがちゃんと更新されてないから見づらいから、またぼちぼち。あー、青黒フェニックスとかで使うのもね、結構強そうみたいな話もあって。青黒タッチフェニックスだとそもそもルーター自体も噛み合ってるし、まあイゼットでもいいけど、バルキーをプレイしやすいようにするかしないかぐらいしかさないけど、でもいいね。ダメぐらい。適当にドロソーでハンドにジェイスとウォルト来たタイミングで、このためにパパッと、ためにパパッと揃えて、5ターン目からティボルトを出して、あと除去コンしたら勝ちそうだし。確かにそれと UR。UR ベースでも青黒ベースでもどっちも強そうか。ありです。使ってるリストはなんか今週すごい勢いでたくさん出てきそうだ。まだ全然だわ。よし、東やるか。絶叫ジェイス購入部するしかないのか絶叫ジェイス購入部、うわー、6000パチーンって。買い求めはぜひビッグマジックさん、ビッグマジックでぜひ絶叫しながら購入してみてください。で、今日は EZ、 今日
今朝リーグ5-0していたイゼット・デルバー、ネイサン・デルバーを、これはね、昔でインビテーショナルカードみたいな感じ、世界選手権の優勝者のがイラストになったリチャーが出ます。で、前は去年はアンちゃんで、今年はネイサンね、去年の優勝者がこうイラストで印刷されます。で、今回のこのサンダージャンクションの新規カード、この精神の欠、2マナ星さん飛行警戒で、で、パワーがこのターンカードを引いた枚数に等しいパワーを持ちます。通常ドローで1枚引くから、必ずまあ1、3にはなるよ。自分のターンは1、3、相手ターン中は0、3みたいな。あなたが悪事を働くたびにルーターする。1枚引いてよい。引いたらカード1枚。じゃあ2回だけ誘発。なんで、まあ一応悪事を働くアクションをするたびにルーターが誘発するから、まあ一応パンは2、3とかで攻撃ができる感じで。悪事を働くカードがたくさんあって、稲妻悪事だね。不毛悪事だね。総裁は悪事じゃないんだね。総裁はちょっと悪どいけど悪事ではないんだね。借りてもバウンスは悪事なんだね。ウィルも悪事。ミシュラのガラクタはもうかなり悪事。何でも悪事。総裁もね、総裁はね、あれなんだ。これカウンターはターゲットを取るから悪事なんだ。総裁置いててもカウンターしてもターゲット取ってないから総裁は悪事じゃない、ね、悪は滅びるのだ。総裁は悪いこと何もしてないんだ。でもナチュラル2回ぐらいやるとうお悪事ってなるけど、感じです。まあ、悪事働く方が多いので、まあ、2、3飛行とかにはなる。で、ブレインを打つと、なんとパワーが3上がる。すごい。ブレインブレインすると、実は割と勝ちそう。ブレインブレイン、8点みたいな飛び方すると、おぉ、あるね。結構なり。やっていきまーす。おぉ。おい、アクティブが世界で200人しかいないゲーム大丈夫か。総裁はね、そう、基本的にカウンターがターゲットを取るからみたいな話なの。多くにぶつかるのはむしゃくし、あえよ、もしかしてこのゲーム笠村ですか。お手洗い。昼間は全然人いなくてレガシー配信全然ありませんでした。この村がかそってる、かそってるっぽいな。なんか今日は日本人としかマッチングしないような気がする。さかそんなわけ。こんな超大人気ゲームが。村のゴールデンタイムはアメリカの夜かと思ってたけど、そんなことない。不毛でルーティングできるの味わうと面白そう。確かに不毛でルーティングはね、かなり気持ちいい。
なかなか悪事働けないな。あれ？あ、これもガラクタで見ただけか。スモールでルーティングはしたいね。デッキ回し始めないと。めっちゃ落ちてもいいんだよな。弱い。してる。やっと飛び始めた。最初も全然先手と後手ずれちゃってるから、羽毛が先手だけどあんま強くない。デッキトップの不毛を落としたーい。まあ相手から不毛を飛んできたらもうどっちにせよほぼ積んじゃうから。まあ、ギルラン拾って、ホンダ持てるならよし。動ける。はいはい。あ、
そうなの。ここはあるんだ。土地1か2で動けるのはデルバーって感じする。ランドね、少ないランドで動いてるときはデルバートデッキやっぱいい。普通に使うかもしれないから上に置いて、よいしょ、皆さん落としちゃって出すためになかった今。もうブレインブレインですると、いやドルイドね、いやこれね、なんかライフレースもう勝ちそうだから、ネラーとボルトでライフ詰め切りたいんだよね。そうはならんのだ、可能性もあるけど。倒れなくなっちゃったら倒れなくなっちゃった。やっぱネラーのエグいっすあ、朝あれなくなっちゃった。いいんだろ。姉さん吠えてます。姉さんまだ吠えてない。まだもう破壊し尽くしてない。パワーね、受けまくってほしい。狙ってんだ、ただ単に。なんと。ネイサンブレインワンパン頼む。ネイサンブレインブレインとかで、やりたい。ネイサンブレ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 ワンショットみたいな。可能性はあるからな。なりませんかこれ。出るか。引きすぎるとまた世界王者が多くに分からされると思うと震えてくる。いや、これマナ不毛切れる前の方にした方が良かったな。姉さんにさえ強いウォーク。じゃあハンドさん、目は除去なさそう。
指輪物語ではモブだったはずなんだから。ほんとね、キャラ付け的にはそのはずだった。なぜかね。なぜかね。これも運転しない。ああ、両方飛ぶから、一応稲妻で見た目は詰め切れてそうだが。ビル見えちゃった。弓持ってんのにね。大体ああいう弓なんとか系、弓持ってる系は全部ね、だと思ってんだけど。実はドローした方が安牌だ。ションはあんまケアする必要なさそうだ。やはり一三に飛行がいた。デルバーってカード出せんかった。出せんかったな。出したかったけどな。極力サイドアウトしないように遊びたい。世界チャンプにすら強いオーク、すげえんだ。オークの弓使いってカード、お、出しそうな、出しそうな反応してらっしゃるやん。いや、これはね、基本は肉多い方がいいから、ビルとかの方が良い。こういうマッチもなんだかんだ。え、すごい、初手だと7枚引いたことになってて、パワー7ある。出た。確かにそうじゃないけど、そう。なるほど。あんまり島からさ、その好きじゃないんだけどな。古来から言われてるけど、後手は歯を食いしばってひたすら相打ち。テンポデッケ、セオリーっちゃセオリー。伏流してるんだったら、姉さん走って、お、連打か。並んでも強そうだな。悪事の時間だ。悪事働くか。何、相手が先に悪事だと。
あ、はい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 、はい、まあありだな。次のブレインでもうちょっと積もればいいからもらってみるか。土地引きてえなとりあえずな。ぬるっぬるっと引いてきたわけだが、総裁で一回押してる風にしておくか。メインで動いた方がいいな。2マナレーズに対してレーズで受けるみたいなこともいっちゃありえるから。強いな。これ警戒付きなんだよね。まだ知られていない。すげえ頑張ればダクロ前打ちできるんだ。行くとすげえような気がする。氷で落ちちゃうんだよな。今晩です。新環境ですね。なんか、あ、そうそう、なんかちゃんとね、後手でもそんなに2段目に置いて、そのライフレースを綺麗にまくりやすいカードだから、いいよね。それもいいね。混沌の風とかでハンド全部デッキに混ぜて、その分引くを繰り返しまくると思う。でブレイン挟めばいい。なんかチャネラーと噛み合いもいいんだよね。ルーターがなんだかんだ強くて。ああ、メモリージャーでパワー7アップだ。ジャーが使えねえ。ジャーが使えねえんだまず。
これ全部食っちゃうからここは使えないか。方法、これはもうダクローザギャザリングだ。チャンネルハムもらっとくか。でも これならブレインも打って、ブレイン打ってどうよかったかな。どうですかね。アンロさん、残りに、まあ一発目でここにダクロにパイロは出てないから多分パイロはなくて、あったとしてもアイドロ。ターンもらってから動いて、ブレインもデイズ当たんないようにしてから動きたい。なんだかんだ結構除去してた。見た目殴っても終わってるんだよな。ビーズ引いたら、あってハイドロ。なんだかんだはなんかちょっとネイさん仕事していたように見えた。フローを打といてダクロは強い。フロータフネスさんだから警戒持っててもな、でもいいか、一回殴ってジャンプできるからレースには強いんだろう。でもなんか下もなんだかとしみるね。追加のブレインストーム感ある。でも帳簿先より使い勝手ちょっといい。そしてね、そんなにツアクションしないんだよな。なんだ、ツアクションしないとツードローはそのルーターできないカードと、なんか適当なアクションに、なんか適当なアクションしながらできるんだったら、まあまあまあ。デルバーと相打ちって言っても、相手はそのデルバーを立てないといけないから、なんか結構殴りづらくはなると思うんで。あと、パワー調整ってこっちでできるから、ネイサン・モリチェみたいなできるのが面白いんじゃない？チャネラー・ネイサン・モリチェからの
ピピドロー後に2枚追加で引いて2枚戻して、森ちゃんもう1回誘発して2枚引いて2枚戻して、あ今5枚引いてますどこで5枚引いたんですかみたいなデッキも面白いかも。あんま全然増えてないけど、堀ちえ姉さん、堀ちえ姉さんのちょっと言いたいだけか、すごいな堀ちえ姉さんね、確かに堀ちえはおもろそう。うんね、堀ちえぐらいだよね、なんかその毎ターンとりあえず追加でカード引けるみたいな。森知恵姉さんか、森知恵姉さん混沌の風でワンショットアンド6枚の状態とかで混沌の風打つと巻物だなってね、確かねドローじゃないんじゃん。巻物だな。あなたの手札のカード望む枚数だけ裏側に追放する。これね、ドロー、あなたのライブラリの上から同じ枚数だけあなたの手札に加える。オークに強いぞ、この巻物だ。テフェリーの細工箱と森知恵で毎ターン凄まじい勢いで循環させて、指輪姉さんを破壊力あっていいかもしれない。姉さんは、確かに。戻しちゃう。メモリージャーネイさん。メモジャーネイさん。メモジャーネイさんもいいね。マジで。言いたいだけ書きたいだけ感がちょっとすごいけど。メモジャーネイさん。指輪ネイさん。あ、エコーネイさんもいいね。うわ、すごい勢いでパワー上がってどうなっちゃうんだよ、このネイさんって叫びながら。気持ちいいかもしれない。チェックあります。こちらエコーネイさんはフォークでいい笑い。トラストかこれ。これはそれで困るな。意識確かにフォークでいい。フォークとかシェオルドレッドで勝ちそう。やり直し姉さん全くただ文字列何も意味をなしてない。みなし姉さん島入ってるからこういうまたちょっと戦いやすくていい。グリセル姉さんグリセル姉さんはなんと7枚引いてパワー8になってすごいでけえ。あまりにもでかい。もうさすがに説明不要感も全然。あ、イニシアチブなんだ。全然パワー上がんねえ。お。君だけの姉さんデッキを組もう。いやです。リアニと相性まあまあ悪くないからね。まあまあ言うて君だけの最高の姉さんを作ろう。いや付け入ってないからグリセル釣って起動するならもう勝ってるだろ。いやー劇場だけ最悪。
まりにも最悪で笑ってしまうかもしれん。あんな。ファマシより、あ、どっちコールしても動けるからあんまりここは気にしなくてよさ。ただこれ劇場絡められるとまた悲惨、劇場かよってなっちゃう。しておきゃよかった。バラクタこれも相性いいな。けナズマもらってこれさ、フェッチもさ履けるからさ結構いい気がしてけない。永久者もずっとあれだ、ターゲット取り続けられるか。まあでもこれどっちもアクション取れるから待ってそうだけど、もう一上げらんないかね。全然サイズ上がんないんだけど。さあ霊柩車も悪事も。ターゲット取れる。もう使えない23打ってこ、さすがに足りなそうだけど、どうこうなんなそう。この動きもいい、ね、これただチャネラー強いだけという見方もあるけど、あれだね、思ったより マナ食わずに、なんだよな。多分、超穂先がダメだったのって、2アクションをするところでマナを結構食うから。それで、ルーティングは強いんだけど、いまいちだったんだけど。でもそもそも、あれか。肉を落とさないといけなかったのに。それがなくなったから、やっぱなんだかんだな気がする。これ劇場で壊滅？いや。どうしよっかな。
相手出した方が良かったか。微妙に落としづらいカードたち多いな。英語って、あーまあアイドルも一応入れる。なんだろうね。ディズビル除去3枚抜き。警戒自体は結構高評価だけど。そもそも飛行持ちでちゃんと動いてればそんな負けなそうだから。したい。チャリス霊柩車みたいな感じだと極めると強い。ピーちゃん結構いいから1万の技にも残って、デイズ抜きか普通に。でこのカード打ってられるとは思えんからな。今待って、よく邪魔になるからやろ。なるほど、英会か。どうやって羽生えてるのかよくわかんない。どこから、一体その羽はどこから。いいね、アリアス。でも間違いなくデルバーだよみたいな。あんたはデルバーなんだね。なんかね、後手は弱い、どうしても。だ今どうしてもそのピッチ入れるからレーザー当たれば当たるんだけど、マンション洞窟もあるからあんまり残したくないんだ。マッチなんだかんだ肉の方が強いんだよ。ね、はい。英語のコメントに日本語で返答する誰かとは頼んだよ。こうなると、あ、ランド引いてもまだまだ出せそうで、出せないと思うんだけどな。シミアンスプリットガイドとかローダースペタルもあるから、やっぱあんまり後手でデイズをプレイして避けられるみたいなことも多くて、運動トレーターデッキにやっぱ基本的に当たんないからな。やると多分打ちてー、これ。なんかこの間、金属モックス、いや金属モックスから入られるんだったら否定の力打ってもよかったか。ローコスト、マグダイドをコストにして否定の力ここに当てて、でガラクタでハンド5枚になるから、あ、ブレインから掘りに行って、もうでもワンマン勝ちそうに見える。まあ、これ魂の洞窟からピースキーパーとかされると、うおーってなる。あ、ヒューマン運命がすってことはないと思うんだけどな。うおまあ、でもこれランド確定してるから結構なんとかなりそうよ。殴って、やっぱパンチ取んないとダメか。まずガラクタで、
バグってね。おい、バグってないか。え、今のイニシアチブマジでなんかすごい強いんですけど。え、どうなってんだよこの。意味わからん。意味わからん、マジ。今確かめる。速度に操作するらしいです。速すぎるだろこれ。シブさんいつの間に。どういう速さで動くんだよこれ。絶対知ってるだろこれ。絶対知ってるだろう。ブリッジか。そんなこと。ピーチャー以外だったら何でもいいよこれ。オッケー。これさあマジで爆速だろう。どうなっちゃうんだよこのゲーム。各ターンに誘発はダンジョンランナー所じゃない。強い。強い。ああ強い、すごい、早い。では食らえるか。さすがにこのイニシアチブ強すぎるでしょ。このイニシアチブちょっと早くねえか。これ一回食らって。食らって、エンドにバウン、これ何 ?2 回横断をケアしないといけないの。2回外のケアは、さすがにこのゲーム難しくないか。よーしゃあね。食らった。エンドにバウンスして、洞窟に不毛して、で、もう一回出てくるのを許して、で、勝ちそうなんだけどな。ダメ出てきたらちょっと困るけど、あない。いやー早すぎるでしょ今の。今のイニシアチブ早すぎるでしょ。さすがに異世界すぎる。一旦回った途端に、なんかアップキープ増えたか。何よりも無法者と化してる。ヒューマン、ムーンウェイガス、まあどうでもいいか。ここから4日出てくるんで、はい。やばい、これ相手の方が速くなっちゃう。相手の方が速いんですけど。
稲妻拾っても耐えるから、え、そう、え、早い、済むのが一番この世で一番無法の選手権はもう始まっていたのか。まず22をブロックんで、ブレインで6枚ある除去探しに行って勝ち。おっ、おお、ナイス。もしかしてスペル落としたな。これいいのか。え、全部取った。あ、これだと洞窟が元気になっちゃう。あ、これどうすればよかった。ランド落とさなきゃよかったのか。ミスったー。ミスったー。魔法物とはダンジョンを早くかけれるものだったか。に動き出した。こんなできなくなっちゃった。こんなはずじゃ。進まないはずだったんだけど。トリチウムかかるよ。今のはちょっと困るでしょ。ダックローダーで。ミスったー。チャンプでよかったんだけどなー、これなー。なんかください。これなんか探偵よ、もう。稲妻を見つけ、もうスペルが 1,2,3,6,6 なんだよなこれ。どこまで愛した方、あんまり使う意味もない。ナズマ、ブレイン、エーション、これが限界か。探します。いや、ランド落とさなきゃもう勝ってたな。ゴールすることなかったと思うんで、終わりだった。あ、無法すぎるだろこれ。俺たちの知ってる MTG じゃない。こんな MTG 聞いてない。いく、ほらーい。でも見た目はこれ、フォージから殴ってフォージ得てアップキープに5点入るから、一応それで勝ってそうではあるんだけど、8点とかでしょ。って思ってるからもう負けることないような気もするけどな。痛ぇ。マジでちょっと脱法が。脱法すぎるだろこれもう。脱法イニシアチブ、さすがにやっていいことと悪いことがおかしいでしょこれ。こんなのって聞いてないよ。聞いてないよ、こんなゲーム。これがそう、これが本当のアンダージャンクションのアウトローたちの話なんだよ。見た目は孤独キャスト。あるプレイ。バグリオでお叱り受けるって可能性ない。エイズケア、あ、違った。
ってことは、三者からハンドなし、ウィルって終わり。で、5点。バグ利用はね、たまたまなら、なんか連打してると怒られる。俺はない。だって、俺のカードじゃないんだもん。俺のカードじゃないもん。このカードじゃない。俺はでもちゃんと勝ってるから、これ9点あるから。だからこの、イニシアチブがバグってるのを知ってる上で、めっちゃリーグ周回とかしてると、まあ、行かれる可能性はあるね。マジでびっくりしたよ。いや、だって俺のアップキープに、俺のアップキープにイニシアチブ進めるのかよ。なんか話違くないか。いやー、もうマジ笑った。あったわ。バグりすぎでしょ。こんなバグ。このゲーム、いまだにやっぱりリリースのタイミングバグるんで。MO のイニシアチブ。進めていくさ。もうちぎる。いや、これで白ハイも使えたら1ターン目に3-3出て、ランドサーチからの相手のアップキープにプライチカウンター2個みたいな。一体俺たちは何のゲームをさせられてるんだみたいになっちゃう。あたがらかだとやりたくなっちゃうね。気分からんと言うはこっちか。さすがにね、もう縦にどれぐらいのサイズにすれば、縦1センチぐらい、縦さ、多分30センチぐらいのダンジョンもう一回作んないとあり合わない。このダンジョン長えなとか言ってない。青黒レインだ。なんだ。違った。これアントっぽいな。アントでもない。何でなの？何にもわからない。つまりや。何にもわからない。青黒レインか。違うか。EUG スキャム。まあ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 。路線的には。路線的にはありえそう。まだ寝たタイミングで動いた方がよかったな。これ。明らかになんかドレスダウン入ってるともみ消しセットにしか見えなくて、ちょっとフェチ切りづらいね。ハンド溢れそうになったタイミングでランドに対して不毛切ってもみ消し吐かせながら最低限5個。
やー、MO な、真のサンダージャンクションとはこういうことだった。的にも見えてるスペル的にもブルプリ系デッキだろうね。青は青アークタイド、ああこれ何 ?2,3,6,6 か。一応稲妻2枚で落とせはする。だ。いや、でもまあ、それでもいいか。ちょっと。アンド3枚。カネラはマジ一応大きくなんだぞ。フォークも入ってそうだから。こうしてから出した方が良かったかな、うん、フーロー、お、なんか、ああ落とせそうではあるから、できた。フェッチキンに入れされるとは全く思ってないんだけど、されるのかな、この辺にしといたらこの辺にしといたらわいや、そう全く関係ないところでイニシアチブがバグってイニシアチブってくるんだよねレバラス負けた。さすがに絶望。総裁。まあまあ、実は当たりそうな総裁。実は、先手で合わせて。マークサイドもうちょっと減らした方が良さ。あんまり使わないんだよな。プレスダウン入ってるって、もみ消しあるかわからんかったな。入ってるかもしれないし、入ってるし。弱いこときない？っていうのは無理。人は減らさん方がいい。ここ削れるようになりそうだ。2枚。どうせ出ない。
ないような。バグ豆でもなさそうだけどね。いいけど実はブレインさん戻しきれんか。マリガンした方がまだ。お、いいね。いやもみ消しありえそうだったな。そうですよねそうですよね。そんな気しましたもん。最悪。ウーロ入ってたあの色ではもう今入ってないなんてことは考えづらいからな。感動ください。お願いします。もう面白いしもう面白いもう面白いし、もうしてからもかなり怪しかったかな。今のちらついたもんな。話ずっとしてたもん。レイズするとここが少ねえからレイズ死毒にも見える。いやー多く痛い多く痛い。稲妻戻しちゃって、いやー耐えれそうだったな。合わせる。本部4枚でしょ。合わせてるとよし。ちっちゃいダメね。あーどうすればいいんだ。いやー最初のこれ2段目出して攻めれてったらもうちょい簡単そうだ。エッジボルカゴーしてやれるのもいい。F12 しかないんですけど、はい、ランドさえ引かなきゃ別に当てられるんだから。エウフォンダーも出ないし、クリーチャーが残ってくれないと俺が戦えないんだよ。
か。何でもある、マジで何でもあるな。強すぎる強すぎるだろう。急にマウント取られた。うまめのような、前目ないような、スキャムでもないね。はい、こんばんは。 BUG カラーの何あ、そうする。もみ消しに、もみ消しにはめられ、いや俺も早くジェイス・ディボルトやりてえなあ。なあ、はい、これもジェイス出してディボルトしてえなあ。あれティボルトなんだよ、このフォーマット。定期的にティボルト踏み倒すようになるけど、ティボルトってカード良いんだよな。ださもんね。だからあまりティボルトというカードを、ティボルトというプレインズウォーカーを場に出し踏みたことがない方も多いかなと思う。あの赤黒の7マナのプレインズウォーカーはなんて7マナ払ってるだけあって、ここに強いんですね。異常、非常に強いんだよね。7マナの、7マナで出してるところ見たことない。確実で、確実で5マナになったり、たまにピークは3マナになったりだけど、今回はなんとジェイスで実質2マナなんだよね。とにかく踏み倒しに定評、踏み倒ししやすい作りで生まれてしまった。どうしてちょっとアルドハイムというエクスパンションの中ではブームの時はね、3マナアクションだったけど0ターン目にプレイして、すべてのピッチコスト、すべてのピッチスペルでバックアップするだけというすごいデッキ。あの時でも一番強かったのカナサレだった。もみ消し負け結構もみ消し負けが多かったから、おみ消しで負けたり、一ターン目に針でティボルト刺さって負けたり、結構何でもありだった。そういう負けなんですか。割と笑った思い出。楽しかった。楽しかったよ、俺は。こんな楽しい環境。あれ、もう絶対続かないんだなって思ってたところがまたいいよ。もう、ああ、終わるんだって感じでたもん。オープロデッキか。行くわ、もうらお。いいや。エルバーと一緒に使ってもいいけどね、これ。これ見て、こちら。わかんねえな何もあまりにも何もわからない。デイズ打てるんだったらデイズ打ちたいし、打てないんだったら次ってポンダしてもよかったけど、それだと絶対ソープ飛んできそうだったからな。まあでも3点押し込んだ方がよかったかな。めっちゃこうすると相手ランド置いてからするしかないから、まあ攻めやすそうではある。
混ぜられるタイミングに、まあ、うーん、にもバックアップできないけど1枚は拾った方がいいか。あるか。こうで。アシンカードなんかそんなに悪くなさそうなんで。やはり132飛行と2マナ66飛行なんだよな。あと12345パンぐらいしないと。すぐ死んじゃうなこいつ。生きてターンが返ってこないぞ。クリーチャーください。クリーチャーをかき集めないと。エース、エース、悪事はちゃんと働いていこうぜ。うちのエースです。チャンプ、いけー、チャンプ走れー、ターミナスはやめてくれー。よし、これアンフォーリー履けるのもなんだかんだいいな。でちょ、バーディクトはちょっと気が早いんで。絶対バーディクトじゃん。もうあー、チャンプー、いやー、これ稲妻打ててダウンホーリー吐けてたら全然違ったかもしれない。なんとも言えない。チャンプ即退場です。ライフあと、気持ちは5。だけなんだよな。はい、アンホーリー板がないが、こういう時にチャンプ引いて回せるといい。何度もあれだね、結構抱え毒感出てくるから。それでいい。ペリーなかなか鬱陶しいんでね。おーん。クリーチャーが生きて。おお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 
そう。このデリバーだけ破壊しに来たみたいなデッキに負けたくない。さあ、どうしよっかな。あ、なんかメインはもうしょうがねえ気がする。ワンチャン、ワンチャン村の方。ゴープロは、してください。出てしまいます。パンパンは、許してください。一回だけ、思いっきりグーで、パンチを。パンチを。ワンパンボルトボルト技した。ワンパン、まあこれね、こう起きないけど、赤マナはもう一個あるから。BTB が邪魔だな。BTB がマジで邪魔。どうにもならない。あ、うん。ソープロ泣いた。気持ちはまだ戦えてるから。エイズがあるとね、使い回ししやすくていいんだけど。くそー、攻めきれねえ。全然攻めきれねえ。でもずっとソープロハンドに入っちゃってんだけど、あまりにもあまりにも強すぎる。いや、このグリーンあれでもらわん方が良かったな。アセット落として打たないといけないから意味ねえし。いやー、もうソープロ引かれすぎだよ。4枚も引かれてるもん。もうもう、そっか、もう、うっそー、分かった、ソープロ4枚控えちゃうかね。デッキ半分ぐらいしか掘ってないのに、なんでその4枚控えちゃうね、これ。あーホーリー。これは、あ、土地伸びるとはいえ、もうあんだけされたらまあなくても。これだったらスペル残ってる方が強そう。氷、あー、ほんまり、そう、ほんまり強くなそう。あー、あー、そう、肉肉って出した後絶対動けないんだよな。ちょっと残ってる方がいいか。ハイトロね、まあハイトロ結局パイロにしか当たってないんだよね。エウロとか多分入ってなくて、エーシックゴリゴリは純正コントロール。こういうカードをちゃんとブレインで戻して動いてれば。一気に最終的に稲妻が濃い部分みたいな状態になって、最後トップでちゃんとしてライフ詰めればいいから。ハイドロに関してはほんと最後まで腐っちゃいそうに見えるんよね。気になる部分に。魂のデリバー感想を頼みます。お願いします。
ルワー君、ちゃんと反転してくれよ、今日は。間には。さっき反転してたな。さっきしてたな。したと。こういうマッチってさ、チャネラーがマジで雇用しづらいんで、こうにしない。こんなにしないのってぐらいしないからな。いやーマジで白いデッキ相手って紅葉しないんだよなー、本当のパー。うかもか。こんばんは。上のポンダを覚えとく。まあ、バーリクトはもう引かれてたら食らう。え、ターミナスですか。ああ、はいはいはい。殴るまで時間かかるから。大ハイドロはいい。弾落として。いるもらって殴る。インスタントまあダクロここがチャンプになるのかな。アイロウィルしてで追い越せ。走れ
まあ、3点銀、5点銀か。皆様、皆様もしくはダクロウ、あ、稲妻受けにはなった。これなさそうだけどね。アトピー抜めちゃうとな、サイドアンホーリー残した方が良さそうに見える。アイドルはやっぱいらなそうで、どうしようかな。はい、さっきソープロ4枚めくったからもう非干渉。よいしょ、これよな。この不毛を4枚抜きで、あとはランドを引くだけ判断お手軽。いやこのね、やっぱこのバランスだよね。カウンターはカウンターは気持ちよくバランスないよね。グッドゲーム。フリーヌみんなで殴れば怖くないかカトリーヌ、いや怖いんよな。アンホーリーは結局当てたい。稲妻もしたい。フェイズやっぱ当たりづらい。ビルの方がいるかと言われると、ビルはほぼ打てない。あんまり先手カトリーヌご利用しを気合ってる方がいいから、まあマウントナーセットとかあるとコントロールプランすげえ取りやすくていいんだけど。やろうと思えば島もサイドアウトできる。次なんで。やりすぎです。いやサイド後に絶対不毛飛んでこない、飛んでこないマッチで、サイド後にね。もう抜いて土地中読んでそれゴリゴリで回すの。あの方がいい。あれプンダーでもよかった。プンダーでランダム抜けて2ターン目、デイさんなんとかなりませんか。デイさん出してデイズでマウント取ってる方が良かったかもしれない。これは進んでる方がいい。アクタ切ると紅葉しちゃうのか。確かにね。力もあるから、あとはこのこいつ2台で踏み切らせてくれよ殴り切らせてくれよ。はい、こんばんは。サンダージャンクションはかなり楽しい。もうすでにサンダージャンクション本当にすごいんだ。だからアクションない。いやーこれバーできたらかわかんないんだよな。点9点ボルト多分でしょう。サンダーブライゾンの可能性、ライフマジでなさそうだ。いやーこれでバーディクトは最悪。え、バーディクトじゃない。いやー消えられたけどな。あんたや持っていかれすぎだな。ランド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 、アンダーホライドの可能性もある。
あ、もらい毒。ウーバーもらうか悩ましいな。デルバなんだよな。パイロ飛んできそう。アイロ引かないと勝てないんですけど、島がいいな。ちょっと島引いたら島ポンダーでパイロ探して動きたいね。やば、うん、デスカイコンテ、もうとりあえず BTB パイロしないと始まらない。いやですね。仲間が触れてく。無理か。出して、いや微妙か。いやチャネラー出たらちょっとな、結構ダメージいられて勝ってたかもしんないからな。いやぶっ壊したのが間違い。例にバーディクトハマってしまった。ドレスダウンったタイミングでバーディクトあって間に合うんだったら出さなそうな感じましたけど。アンダージャンクションね、やっぱやること多いよね。キャラクター出し、いやナーセットが邪魔で結局動けてないんだよ。いやーもうくそーくそー、何にもない、考えづらいな。長、まあ長い賞金って。これはもうカトリーヌ連打で負けか。
ああ、色。いや、パイロ引かんかったな。でもまだやるか。あとボルカとギルランだから、あ、 BGB だけ割れてスペル増えたら戦えそうであるけど、いやー、パイロ一回もいかんかったな。パイロ、さて今日はサンダージャンクション新環境はね、サンダージャンクション環境からね、マジックオンラインはサンダージャンクションのカードが使えるようになって、新環境になっており、今日はリーグ5-0していたの世界チャンプさんをデッキに入れたテンポデッキを今日は回します。で今日は URRU じゃない、 UR タッチ緑デルバーに勝って、バグってるイニシアチブに勝って、 UG コントロールに負けて、今はディスカイコンか、ディスカイコン、マジデルバーだけを破壊する来る、破壊しに来るディスカイコンに負けて、あー、ディスカイコンな、あのバーリットだけちゃんとすれば勝てそう。だから22です。はい、カードね、別に後手で出してもまあまあ強くて、先手で出してもまあまあ強くて、相打ちできないとはいえ警戒飛行のおかげで、まあ殴ってジャンプみたいなムーブも、まあ、ただなんか効果通り相手単中はパワーが0-3になりやすいから、相打ちデルバーと相打ちとかは結構取りづらくてね、ただルーターがそれなりに強くて、そこはいいとこだね。邪魔なフェッチ入ったり、まあ、あとはチャネラーの紅葉の補助とか結構するから、チャネラー出してセムタンにレイさんは活躍してた、活躍してた、見た目出してガラクター、ガラクタからルーターして、結構デッキやっぱ掘る能力が強いね。チャネラーと2マナの結構チャネラーみたいな感じのムーブはまあまあして、ヤクジはねかなり簡単、ガラクタ、稲妻、アンホーリー、デイズ、まあ、入ってるスペルでは結構何でも何でもするね。後手でまあまあっていうのはかなりね評価なんよ。だから先手で強いカードなんてこのフォーマット無尽蔵にあるんだけど、後手2ターン目でもまあまあ強いのはいいところだね。消防先と違って、消防先と違って出したターン、まあ、相手のアクションに対してデイズしたとかでも誘発してハンド回しに行けるのはやっぱ大きいし、まあ、多くにぶつかった時だけ気になるから、こうやって状況ちょっと多めに入ってんの。それで、まあ、コンセプトだけにはかなりいいんじゃないか。まあ、不毛も悪事。このデッキだと不毛も悪事だし、ガラクタも悪事。で、稲妻も悪事で、アンホーリーも悪事。デイズも悪事だね。搭載は違う。借りてもバウンスも悪事。で、ウィルも悪事。結構その、誘発する条件はかなり緩いんだよね。あとライフ6点ぐらいだったらブレインからワンショットとか全然できるから、ブレインで、じゃあブレインをジャイグルみたいに使うみたいなこともできてね、そのライフ管理が、相手にライフ管理をさせるみたいなことが、際どいライフレースぐらいだったら、まあ、相手が殴らせない、相手が殴れないみたいなタイミング作って出すかもしれない。結構そんな本当悪くないんだな。あと効果通り2体目並べて誘発し始めるとアンプ量がバカにならなくなっちゃう。1枚引いて1枚捨てるを2回するようになると両方パワー3-3になるから、通常ドロー含めて。そうだとやっぱまあまあでかくなりそう。だからなんか悪くないんじゃないかな。ただね、森知恵姉さんもやりたいし、森知恵不毛姉さんもしたいし、結構何でもやりたい。もう、悪事持ちはいろいろ試したいし、てか、サンダージャンクション、すごいんだ。
アウトローズ・オブ・サンダー・ジャンクションとエキスパンション、結構すごいんだわ。すごい。かなり遊べる。ただでさえ最近遊べるエキスパンション多いのに、もう味すぎて、大変だ。味が、ずっと最近、エキスパンションの味が結構濃いんだわ。濃いめ。ずっと濃いめ。すごい、ずっとやることたくさんある。すごい永遠に遊べる謎のゲーム。ここからモダホラまで出てきてどうなっちゃうんだ。いや本当だな、こっからこうやってエキスパンション出て4月5月で6月モダホラ3でモダホラ3が出たらアサシンクリード出た、アサシンクリードで終わったら、ね、またメインセット出て、略称が難しい。サンション。サンションもやばかったな。サンションも違うだろう。サンクションも、もうサカナクションっぽくて違うでしょ。何の話してるんだろう。アウトローナー。アウトローなパックでしょうも意味がわからない。サンダージャンクションって言うと長いよな。サンダージャンクションって言われても、長い、ちょっと、長いっす、長いっす。印象が長いっす。2枚目のランド積もるからデュエリストぐるぐる。サンションはマジやばいでしょ。ダーションもやばいでしょ。多いんだよな。やばい方向に進んでしまうのか。サンダジャもやばい、聞いたことない。いる？モーションでいいんだ。おー、だけもらう。絶対伝える気がもうないぐらいな感じ。伝わらないデッキ名選手権とか、もしかして青クロリアニとかある。ガラクタ回し始めてなんとか。GF をジャンクションしていきましょう。じゃあここまでで止めるか。
プレイしなくてもよかったか。ガラクタ、チャペランの誘発にも使うから。また奥じゃ働かれた。めっちゃ働けるなぁ。じゃあ働き放題か。あ、今度引きに行った方がいいか。集まってきた。集まってきた。やっちゃうね、ほんと。水だけになっちゃった。どうしよっかな、ボルカ、ボルカ引かないと。フェーズがルーターになるの結構面白い。ください。応募。で、デイズすると何に弱いか。悪くないですね。デイズで掘り進められるといいよな。でカウンター。ここで、ここで引くぞ俺は。ビルを。引かんか。何点くらって8なんだよな。いる。ヒルグリーフ動くしたい。ヒルグリーフ動くしたい。ヒルグリーフ。フェイズリアにアニメイトでグリーフランドか。かな。うん、何入ってる？動くしたい、動くしたい、不毛グリーフビル。死んでるかも。です。ワンチャンあったな。ああ、総裁は、まあ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 。はいぞねー。肉、青い肉あったの。
か、そのファイルは残ってないとこで、けど出せるかな。あ、触るの割り切られちゃった。もう減らして。まあまあな。この手のマッチ。もう相手がリアニ、サイド後にリアニプランしてこようが関係なく、とりあえず折り置いて、とりあえず折り置いて考えよう。相手の。いいね。まあやる。当分出さなそうな。当分出せなそう。で攻められたとしても、あとはクロック引いてなんとか、やべ、どうしよう。あの、ぜひ引くでしょ。あのうち引かないか。いや、これで全増爆弾とかで破壊されたら、ああ。まあ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 。当分触れないけど。まあ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 。当分触れないんですけど。2回見てるから、そもそもランドもう1枚はあるんで、マジな、あ、困るもん。あ、噂をすれば、何これ。サイドボードこうなるね。いやー、パイロね、入れすぎても入れ嫌なんだけど、パイロデイズした方が良かったか。あれで4枚か3枚か分からんから、結果的にはそうだったな。どう、パイロデイズで守ってればワンチャンが、まあこの辺が全部使えてるからね、もうちょっとワンチャンあったかもしれない。大変なことに
大変なことに。やっぱビルいらないんだな。あ、パイロデーズ下がよかったな。ハンドのパイロ3枚が吐ききれんかった。そんないらんないんや。あんないらないんだよね。旧ハンドになってほしくないんね。借りて4枚か3枚かに対して、エンドに借りてから動かれたときに、パイロないといけないから、青黒相手って、除去を残して、カウンター抜くしかないんや。ビルはもうマジで、なんかマッチアップを通して強く使えないから、いらない。そんなわけで、今日は、ひっくり返った。最近ドローまた弱いな。なんとかしてくれませんか。今日は青黒に UR デルバーにあって、コロスイニシアチブにあって、おわニーザロスやったかと思ったら BUG コンに負けて、ゼスカイコンにむちゃくちゃにされ、いや負けて、アウクローリアニにパイロ多いなーつね。2、3でした。新環境、まだね、あんまこう新規、あんまりリーグ50とかも計算されてないから、あんまり新規カード出てこなかった。なんも出てこなかったもん、ちょっと。なんも出てこなかった。誰も何にも使ってなかった。アンダージャンクションのカード自体。まあこれ先手はもちろん強いんだけど、後手でもまあ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 、後手ガラクターとかとムーブした時は結構良かった。で、マラガラブタから、まあカード、ガラクタで引いたものをさらに回せるようになるから、まあ、ランドちょっとフラットしてるんだったらランドはリソースに交換できるし、まあ超武先とかと違って、ホンダ、デルバー、ルーターみたいなアクションじゃなくて、しかも、超武先のね、最大の弱いところはやっぱスペル落とさないといけないところだ。なんでそれがなくて、サイズは勝手に上がるし、アフネスが上がんないけど、パワーは上がっていくから、まあまあ攻める分にはそんな困んない。まあそういうところは含めて悪くないんじゃないかなという。定着するかって言われると、だけど、使ってみるのは全然悪くないか。カード自体は結構良さそう。ルモにルーターついてくるのも、デイズにルーターついてくるのも、まあ嬉しいから。あと、デイズは最悪余ったら、土地余り始めたら、デイズって、ここで拾ったランドルーターで捨てちゃえばいいから、結構綺麗にアドバンテージに変えられてて、ここは結構作る。デイズ、アグシ、ルーター捨てます。今日はそんなとこがいいですかね。リーグ50の掲載がマジで全然されなくて、もうわからない。ガシープレリミナリー、ガシーリーグの50を見てても、まだ新規カードは全然だ。でも何も使ってないわ。全然ないね。まあ、また週末、チャレンジとかではね、カード使われ始めて、いろいろ変わってくるかなと。途中のパイロでできたかな。デイズパイロが腐ってて、ハンド2枚で盤面触んないといけなかったから、ちはい、今日は最後に溜まり溜まった
17チェストを向いて終わろうと思います。指輪出てきた。あれ。指輪今なんと、お、指輪なんと42系。あざす。あざす。42系に245プレイポイントだから、実質なんか70チケ分ぐらいカード出てる。あらす。元取った。爆破ド。爆破ドだったな。余った。こういうところで、こういうところで調整されてるんよね。こういうところで収束されるのね。それならそれでいいでしょう。オンラインは最高のゲームだ。じゃあ明日また木曜てか木金土日はまた普通にサンダージャンクションのカードいろいろ使いながら配信する。じゃあまたぜひ。バイ。ご視聴ありがとうございました。おつ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 。またね。おつおつ。おつパパンパパパン。Ba-ba-ba.